んばんは、はなです。やっとやっと私は自分のお家に今日さっき帰ってきました。というのもですね、先々週間イタリアから帰ってきて、そのまま仕事を1週間やって、でそのまま土曜日も関西の方で、はい、本業の方のお仕事があったので新幹線乗って行って、で実家にちょっとお顔を出しバーイって言って帰ってきました。すごく楽しい1週間やったけど、すっごい忙しかったから、もう私も何が何かわからないまま、はい、こなしていってお仕事を、でそのまま今日の朝京都から新幹線乗って帰ってきて、新幹線の中でまた仕事をしながら、はい、そのまんま半期を取っていたのでエプロの打ち合わせをして、でお家へ帰ってきたという、ちょっと今日はなかなかなスケジュールを過ごしたなとふと思い、そういう日はしっかり自分でご飯を作るのが一番ということで、今日は私が大好きなトンテッキを作ろうと思います。というわけでクッキングスタート。50円引きでゲットした高知のナスやって、美味しそう。いいやん。これでナスの煮浸しを作っていきます。よし、これらはお弁当にも入れるので、よいしょ、半分に切って、よいしょ、お鍋にごま油をちょっと多めに入れて、水を入れていきます。次は小松菜とお揚げを使っておひたしを作っていきます。簡単に切ったな、よいしょ、小松菜はレンチンできる容器に移します。うん、お部屋がおだしのいい香りがしてきた。顆粒だしを、まあ、小さじ1ぐらいかな入れて、めんつゆで軽く味付けして、でこれで一回チンします。こんな感じで一口大に切ってしまいます。はい、というわけで片栗粉をまぶしていきます。かわいい、これイタリアで買ったやつにはグレープフルーツ入って、ジャムを入れたのも良かったかも。トンテキを並べます。いやー、これは美味しそうなご飯ですよ。結構コメントでもさ、結構ボリューム食べますねってくれんけど、そうだよ、食べるよ。はい、というわけで今日のご飯が完成しました。今日は白ご飯と、メインはトンテキ、そして副菜はナスの煮浸しと小松菜とお揚げのタイタンとグレープフルーツ、これはねセールで安くなってたのラッキーと思って買いました、とごぼうとお揚げのお味噌汁になります。ではいただきます。みんなもよければ一緒にご飯を食べてくださいな。まずはご飯の硬さチェックから。うん、ちょっと硬い早どきにしたから、うんうんうん、やっぱ白米の方が甘いかも。そしてじゃじゃん、こちらトンテキをいただきます。うんうん、リンゴでも
美味しいもん。こんな感じになるもん。なんか次はちょっとマーマレードみたいなのを入れてみてもいいかも。うん、でも美味しい。ご飯を黙々と食べてしまいました。ごめんなさい。なので今から私のティータイム、そして質問返しをします。クッキー、こちらが私のティータイムセットになります。というわけで今からみんなの質問にしっかり答えていきたいと思います。というわけで今からみんなの質問に答えていきたいと思うよ。もう次これをね、全部なくなってたらあかんから、ちゃんとちびちび食べながら答えながらっていうのにしていきます。はい。質問さん、カモン。はい、では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 、花さんが一番好きなケーキは何ですか。可愛い質問から始めていきましょう。私が一番好きなケーキは、昔はオペラが好きやった。この層になってるチョコレートのやつで、でちっちゃい頃はチョコレートケーキが好きやったんやけど、大人になってから好きなのは、なんかケーキじゃないかもやけど、シュトーレンとか、あとパネトーネも、まあ、パンみたいな感じなんだけど、なんかね、そう、洋酒を使ったドライフルーツが入ったクリームがないものが好きになりましたね。これを成長と呼ぶのでしょうか。はい、はい、では次、何かに落ち込んだ時にすることは何ですか。何かに落ち込んだ時にすることは、まあ落ち込んでる原因とかにもよるんやけど、なんか失敗して落ち込んでるんやったら、まあなんか挽回できることさ、なんか挽回できることさって挽回できることやったら、どういう風にじゃあ次もっとこうベターに、ね、なっていくためには、どういう風にしたらいいかなっていうのを考えたりもするし、逆になんかもうどうしようもない、自分がこうコントロールできひんことで落ち込んでいるというか、なんかもうそれは怒ってしまったことというかさ、誰もコントロールできひんこと、悲しいことみたいなのが起こったら、その気持ちを無理に消そうとするのではなく、なんやろな、その気持ちを大切にこうすぐに元気になろうとはあんまりしませんね。はい。なので、まあ、人によってはね、こううじうじしたはるわって見えるかもしれへんねんけど、私はその気持ちをこう無視すると、またいつかどこかでその気持ちがポッと出てきて、もっと悲しいとか、もっと立ち直れへんってなるのもことがあったりもしたから、昔。だからその悲しいなとか嫌やなとか、なんでかなと思うことに対して向き合う、もういいやと思うまで向き合う。で、なんか本とかをね、そういう時に読んだりとか、映画とかみたいな音楽を聴くと、自分の気持ちの答え合わせになることが多いので、だからなんかその落ち込んだ瞬間というか、その落ち込んでる時期って多分いろんなことを考えると思うんやけど、どういう風に立ち直ろうかなとか、なんで悲しいのかな私こんなにとか、まあ、いろんな気持ちがね生まれてくると思うんやけど、なんか結構その感情が何かの映画ですごく上手に表現されたりとか、何かの本でそういう感情に落ちた時の、まあ、対処法というか、まあ、こういう風な考え方もあるよって詩人の方が綺麗な言葉を使って表現してくれていたり、昔の曲が全くは今の2023年を生きてる私と一緒の感情をもう昔の人が歌ったりとかさ、まあ、表現方法はいっぱいあると思うけど、そういろんな形で表現されてるかもしれへんから、なんか自分がその時にね、その瞬間に惹かれるものを見て読んで聞いて、あー私の感情は今こんな感じやな、あー分かる分かるこの気持ち、あーでもなんかこういう風に考えたらいいのかっていう、こう感情の答え合わせをするかもしれません。でもなんかそういう風に落ち込んでる時の方が、なんていうの、エンタメって言ってしまうとちょっとこうなんていうの軽く聞こえるからあれやねんけど、こう作られたさ、作品として映画詩
音楽っていうものがすごく染みやすい瞬間でもあると思うから、その瞬間を楽しんでください、はい、でもいいと思う。私はすごくそういう瞬間好きなので、はい。というわけで次の質問に行きたいと思います。将来の目標や人生とそれに向かって努力していることがあればぜひ教えてほしいです。いやー、将来の目標や人生いっぱいありますもうありすぎるし、なんか最近それがね、こう綺麗にうまく一個にこうまとめたいというか、綺麗にしたいんやけど、ポン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 ってありすぎて、ちょっともうああどうしようみたいな。でもそれをさ、こう整理していく時間が正直まあめちゃ忙しくてなかったりするから、うん、やばいなと思って、それをねちょっと一人で3時間ぐらいぼーっとどっか座って考えたりしたいなと思っております。ただまあね、こう点と点って感じじゃないけど、である目標とか、まあ、夢っていうのは、まあ、一つはちゃんとねずっと走り続けてるんやけど、エプロンをちゃんと完成させることもうね、これが結構私めっちゃ今勉強をねになってるんやけど、生産の過程とかさ、プロセスの難しさとかさ、まあ生地についてとかもそうやし、デザインをどういう風に加工していくのかとか、このエプロン私今つけてるやん、このさエプロンのこの部分の紐の色を変えるだけで新しい生地を別途で発注して、そこの部分を切ってみたいなのが必要になりますよとか、どのぐらいの生地の大きさで、どのぐらいの型エプロンが取れるのかとか、予算とかコストとか、もういろんなことがこう自分の知らなかったことがねいっぱいあって、もう日々ワオって言いながら、でもそういう風に助けてくれる方がいるから、行政さんがね、営業の方がそうやってこういう風にこのぐらいかかるんやでっていう風に私におっしゃってくれるから、現実的なこうコストの感じとか、私がこうどれぐらい一回払ってできるかっていうところとかを、今現実的な話ばっかりごめんみんなテーブルやったら可愛いのがドーンでできて、みんなこれできたよみたいなのがしたかったんやけど、そうなの、裏話を言うと結構うん難しいみたいな、私がめちゃめちゃこう思い描いてたのは理想が強すぎて、それをするとなるとみんなが気持ちよく買える値段での販売は難しくなるっていうのが、まあ、今日ね実際ミーティングをして分かったんやけど、だからなんかそういうのを考えた時に、あ実際どれぐらいやった自分のこう思いをね、そこにエプロンというものに対して入れることができるのかなっていうのを考えつつ、でも同時にこうみんなが、えこれは高すぎよって思わへんぐらいのやっぱり価格にしたいわけやからってなった時に、そこに落とすまでにじゃあどういう風な過程があって、どういう風なことをしたらいいのかっていうのを日々勉強してますまあでも頑張る頑張る頑張る、ちゃんと最後まで一回始め、そうおばあちゃんの言葉で一回乗った船は降りるなと何回も昔に言われたことがありましたので、はい、降りずに頑張ろうと思ってます。なのでまあ直近のね目標はエプロンを仕上げるやねんけど、まあ、それ以外にも YouTube ももっともっとなんていうのかな、みんながワクワクする動画も作りたいし、海外のねお料理をもっと自分で探索したいなとかいう思いもあったりもするし、なんか YouTube だけじゃないけどいろんな方面においてこうなりたいな、こうしたいなっていうのがたくさんあって、私の頭も今どっちらかりですでも一個一個着実に、はい、優先順位をつけて今やっているっていう感じなので、皆さんももうちょっとだけお待ちなさってください、ごめんなさい。でもみんなの元にワクワクを届けられるように頑張りたいと思います。というわけで次の質問に行きたいと思います。英語はどうやって習得しましたか？花さんの関西弁も英語も心地よくて耳が幸せです。ありがとうございます。英語はですね、私は留学に5ヶ月間カナダに行ってたの、大学2年生終わった後休学して、でその前はもうずっと独学で、それこそバイリンガルのチカさんの動画見ながらシャドーイングしてみたり、全然意味もわからへんのに海外のドラマとか映画をひたすらねこう英語だけで聞いて、なんかわかったようなふりをして、はあ
英語わかるかもみたいなサインしておりました。でもそのまま留学行って1日目からスタバでコーヒーが頼めへんってなって、もうビッビリ散らかすもうビーずーっとプル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 となりながら、でも語学学校に通い友達を作り、でもひたすら頑張ってね、その時勉強というよりもね、人と話すということをしておりました。で帰ってきてからもいろんな英会話のなんか無料レッスンがね、探せばいっぱいあるから、大学とか特になんかそういうとこに行ったりとか、あとは友達から紹介してもらってツアーガイドのお仕事をして、海外観光客の方をこう案内したりというので、もう毎日ずっと英語を話すっていうことをし続けてっていう感じでした。なのでなんかね、ほんと一番最初私トイック受けた時に220点言うのも恥ずかしいぐらいねんけど、220が最後留学、終わって、ツアーガイドの仕事とかもしてずっと英語を話す環境に自分の身を置いて、ね、日本ででした結果、なんてやったっけな、880やったかな、まで上がって、でもなんかその時はなんていうの、ほぼリスニングが良かっただけで、文法は全然今でも多分はちゃめちゃやし、全然多分今でも複数形で間違ったりとかもすると思うんやけど、会話はね全然大丈夫っていう感じに、はい、なりました。では次の質問に行きたいと思います。花さんは他人から批判されたらどのように受け入れますか？受け入れない時もあるかもなんかさ、なんか批判っていうのも、あ、なるほどってこう、なんていうの、すごく、私耳痛いけどこれ正しいし聞かなって思える批判と、これは単純にこうチクチク言葉をこうポン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 投げた貼るだけやなっていうのがあるから、もうその他人に感情を振り回されるのが昔はね、私はよくあるし今でも全然あるんやけど、あるんやけど他人の感情は変えられへんしさ、なんかほんま思うんやけど、例えばこのコップをさ見てさ、私はものすごく可愛いし、大切にしたい、どうしても欲しいって言ってさ買ったわけよ。でもこれを見てさ、全然可愛くないしいらんけどって言って、無料で置いたとしても、いやいらんよっていう人もいるわけやん。やからでもその人の気持ちは変えられへんわけやん。これ好きになった方がいいよ、私可愛いと思うし、これ好きになった方がいいと思うよって言ってもさ、相手からしたら、いや全然そう思わないでってなるわけよ。っていうのが人間やから、なんかその批判的なね言葉をかけてくる人に対して、私はこうなんです、こう思います、こういう風に思ってこういう風にしたんですみたいなさ、なんかなんていうのかな、理解をしてもらおうとする努力をやめることが時々あります私はあ、なるほど、そういう風に捉えるのね、そうか、そういう風にこれを見るのか、私とは違うな、ふむふむっていう感じで全然違う方に行くみたいなことは、26歳になって多くなったかもしれへん。なんか昔はね、それに対してはぁってなって、全然分かってない、全然違うし、どういうことみたいなので、一人でもいいって、結構こう私は白か黒かみたいな感じの性格やったから、でもそうじゃないっていうのね、ほんまに私のお母さんがよーく私に、もうちっちゃい頃からもうずっと今でもやねんけど、よく言ってたの。もう他人の気持ちはほんまに変えられへんし、自分の見方を変えるしかないしっていうのが批判に対する私の思いかな。はい、では最後の質問に行きたいと思います。周りが就活を始め出して焦りがあるのですか、自分のやりたいことが分かりません。いやー、私も本当その時期がありました。で、大丈夫でも大丈夫やけど、自分のやりたいことを探すことをやめないでほしいと思います。というのも、就活はなんていうのかな、なんていうの、すごいね、ラッキーというか、なんていうの、会社としてはさ、すんごいこうリスクがあるわけやん。だって
何にもやっぱ学生はまだこう社会人としてのスキルはゼロなわけやん。で職務とか特別なスキルがあるわけでもないわけやん。でそういう子たちにを、まあ、月例えば手取りが20円として最初が20万っていうのを払いながら教育をしてあげるわけやん、教えるわけやん。普通に考えるとね、すごいことやん。だってお金をもらいながら働き方とかその仕事っていうものを教えてもらって、で会社のこう社会保険とかさ、こう福利厚生っていうものがあってっていうのって結構私はすごいなって最近よく思うの。っていうのも、もし例えば自分が今はまあ到底無理やねんけど、いつか何か自分がじゃあこういう風な形で会社を始めたいと思いますってなったとして、まあ当分そんなことはないと思うんやけど、でもいつかそういう風なことがさ、お料理教室をじゃあ海外の方に向けてやりたいとか、あの海外の食器をじゃあ輸入して販売したいですとかさ、なんかそういうことが私の好きなことの延長線として、何かその会社でじゃあやりましょうってなったとしてさ、自分が社長の立場になった時に、雇えるかって言われると新卒の子、なかなか私はこううんって悩むと思うね。っていうのも、その子に業務を教えられるだけの自分とかその他の社員さんに余裕があるのかなとか、でその子を雇った会社にどんなメリットがあるかなってやっぱ分からへんわけやん。でも別になんていうのかな、そこまでやっぱなんていうの、これからの子たちやから、なんでできひんのっていうスタンスって絶対にあかんわけやから、どん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 こうその子が伸びていくようにっていうのも考えながらっていうのになると、会社としては結構まあ大きい企業やったら、大企業とかやったらそういうのがもうカリキュラムとして組まれてるから、そこに対するその教育係とかさ、人材を投資することができると思うんやけど、まあ、中小企業とかさ、ちっちゃい企業とかになると、なかなかそういうのがもう自分で見て学んでくださいみたいになっちゃったりもあるわけで、っていうのを考えたりすると、その就活生としてさ、企業に入らせてもらって学ばせてもらうっていうのは、まあ私はそれを学生時代の頃にこの考えではなかった、真逆の考えやったから、なかなか難しいんやけど、まあ、でも今この3年間社会人をとして働く中で感じたことは、それがねすごく感じるの。結構就活生って頑張ったらいっぱい学ばせてもらえるチャンスがある、企業に入ることもできるよと思ったりもします。でもこれは3年働いた私の意見ね。でも同時に、なんかそれだけじゃないの、それは私 の一部の意見、意見 A みたいな感じ。企業に何にもスキルもないまま入れるのってものすごくラッキーなことだよ、しかも給料もらえるんだよ、しかも保証保険いっぱいしてもらえるよ、ラッキーじゃんっていうのが意見 A としてあります。で意見 B っていうのが、まあなんていうのかな、就活をしてさ入ってしまって社会人になった瞬間、まあ正直なんていうのかな、そこまでどこどこ大学ですとか、どんなこと専攻してますかとか、あんま関係ないなと思うのがほとんど。っていうのも、大学名をさで買ってくれはるわけじゃないから、仕事って別にクライアントさんとかお客さんは、その一人一人の技術量だったりとか、パーソナリティとかさ、雰囲気とか、なんかそのあこの人と仕事してたらすごい成果が見えるしとか、まあ、実際そのスキルとしてその人はすごいから一緒にやりたいって言ってくれる人もいれば、営業さんとかだったら、あこの人から買いたいなと思って買ってくれる人とかもいるわけやから、人に対してどういうふうな態度で接するかとか、なんかどういうふうにじゃあもっと知識とかスキルをつけていくかっていうところの熱量が結構大切になってくるなと思ったりもしたのね。でってなった時に何が言いたいかというと、やっぱり自分が好きで学びたい、もっとこの業界で活躍したい、この会社で活躍したい、これを自分はもっと分からへんけど日本中世界中に広めたいとかさ、なんかこう熱意がないと学ぶっていうのにはね、なかなかつながらへんというか、そうなんか言われたからやるではね、もう勝てへんと思う。なんかこう会社とかその社会の中で言われたから、まあ、勉強しますとか資格取ります、会社がこれ必要っていうからやってるんですみたいな感じのことを、私どうしてもこれがやりたいから
もっと勉強したいんです、もっとやらせてくださいっていう人の成長スピードは多分ものすごく差が出てくるし、ってなるとやっぱり自分がさ、心の底から学びたいですって、これしてる人かっこいいとかさ、こういうことができる人みたいになりたいとかさ、まあ何でもいいんやけど、理由はでもなんかこう自分を突き動かす理由がある業界なのか会社なのかに入らないと自分自身も楽しくないと思うし、そのせっかく取ってくれた会社にとってこう還元していくこともできひんくなるのがなかなか辛いと思うから、やっぱりそこをね見つけるっていうことから逃げたら絶対にあかんから、ごめんすごい熱苦しいかもしれへんけど、でもやっぱ逃げるとね結局問題は解決されへんから、また社会人になって悩むことになると思う。適当に就活して入るやん、入ったらあー別に私こんなとこ入りたかったわけちゃうねんけどなとか、なんかそのもういろんなこうふつふつと湧いてきて、あーってで結局自分何したいんやったっけっていうのが、まだここでしっかり考えへんかった分がこっちでっていうのになると思うから、それにならへん方がやっぱ、しかも考える時間大学生でいっぱいあるから、就活だけしてくださいなわけやんっていうのが、社会人だったら仕事しながら転職ってなったら仕事しながら転職活動したりとかって結構忙しかったりとかもするから、でそういう人私結構見てきたから、友達とかでもよくやったなみたいな感じの人たちもいっぱいいたから、まあでも実際にその熱意を持ってやりたいと思って入ったところでやっぱ違ったなと思って転職した人とかもいるし、ちょっと違うなと思いつつもうちょっと頑張ろうって言って今すごい楽しいってなってる人もいるし、共通してることっていうのかな、なんかまあ仕事が辛かったけど今楽しいってなってる人とか、まあ結局自分の最後好きなことにたどり着けて今頑張ってるよみたいな感じの友達とかね、共通してることはそのああこれ私ほんまにやりたいことなのかなとか、何がやりたいかなっていう瞬間に諦めずにその問題にもう正面からぶつかって、やっぱり私はこれがしたいって見つけたらもう道をピッて変えた人とか、ああもう分からへん分からへん分からへん、でも悩むことはやめへんでずっと悩み続けてどっかの会社に入ったっていう子が結局今すごくキラキラ頑張ってるから、あの分からへんやったら分からへんなりに何がしたいかなっていうのを本気で考えてみてほしいと思う。まあでもまだまだこれから、ほんま失敗はないから頑張ってほしいと思います。というわけで今日も動画ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。